重要なのは体育館に入ってるか入ってないかとか、あの部活に入ってるか入ってないかじゃなくて、思考力がこれまで研ぎ澄まされてきたかどうか。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山下です。マナビズムの矢田です。どうもこんにちは。本日の質問です。はい、高校2年生です。私はこれまで部活を一切してきませんでした。体育会系のクラブに入っている子の方が入試に強いと言われるのは何でですか、ということですね。なるほど、なるほど。なんでだろう、思います。まあよく聞きはしますけど、はい、決してそうじゃないかなというふうな例は結構出てくるかなと思うんですけどね。はい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 。例えば、まあ、というのはですね、うん、まあ、受験勉強の中でやっぱこう受かっていくやつって、まあ、同じように勉強してても受かっていくやつと落ちるやつと分かれるじゃないですか。うん、で受かってる子はやっぱ力の入れどころが分かってる子が多いというか、うんうん、同じ例えば1日勉強してても、うん、ガッとこのやるべきやるところと、まあ言ったらそのちょっと気を抜くと言ったらあれですけど、うんうんうん、そこの部分のこのオンオフの使い分けっていうのが非常にできてて、うん、そのオンのところの力の入れ方がものすごい上手いというか、うんうん、パワーがあるなっていう子が受かっていくじゃないですか、うんうんうん、っていう中で確かに体育会系の部活にやってる子は、うん、その限られた練習時間の中でそこで練習ガッてやるっていうことをやってるという意味では、うん、まあ有利な部分もあるんかなというふうにも確かに思いますけど、うんうん、ただ別に部活やってなかったとしてもそういった力っていうのは別に出せるんじゃないのっていうふうに思うので、うん、そんなに体育会系の部活やってるから強いというふうに僕はあんま思わないですかね。なあ、そう、はい、真逆のいや真逆っていうか、うん、あのドラゴンボールでさ、はい、サイヤ人ってさ、死にかけて回復したらめっちゃ強なってるっていうのありますよね。それって結構人間でも俺は当てはまると思ってて、うんうんうん、アホらしい話かもしれへんねんけど、うんうん、思ってて、うん、あのやっぱり俺はその部活の中で死ぬ直前まで行ったみたいなのは、うん、特に全然めっちゃ追い込んでたけど、うん、特になかったけど、うん、やっぱり人生のいろいろいろんな局面で、うん、あるわけよ。その時やっぱ自分の精神的なところとか考え方の部分とかすごく強くなったっていうふうに思う部分があるよね、うんうん、でそれってなかなか狙ってでけへん、うん、狙ってその何デンデにさ、うん、わからんかな世代的にドラゴンボールどうなんやろうな、ベジータがさ、うん、打てみたいな言うやん、うんうん、ほんでなんかデンデに打たれてベジータがあーってなって先ずく打って強くなるみたいなあるんすけど、そうやって誘発できひん、わざとそうできひん、その死に目に遭うっていうのができひん。でその中で体育会の部活っていうのは環境がもう常に考えさせられるあの状況下にあることが多いと思う。やっぱり確かにね、それが例えばその山城先生やったらサッカーやってましたけど、先生が今日のメニューや言って、うん、その先生が言うたからそのメニューを淡々とこなして今日終わりっていう風に思考停止になってる子は体育会の部活をやってたとしても全く成長してないと、うんうんうん、確かに体は強くなるかもしれへんけど、うんうん、ただいやそんなんやっても意味ないやんみたいな文句言うやつおるやん、いますね、うんうん、でも俺そういう方が俺健全やと思う、うん、なるほど、うん、そのプレイヤーは自分やから、うんうん、自分で考えてるからいやおかしいやんっていうのがあるやん、うんうん、おかしいやんが全部ないっておかしいから逆に、うんうんうん、監督がどんなにすごい人でも、うんうん、だからそういう意味で考えさせられる場面が勝手にそういうシチュエーションが多い、うん、大会の部活は、うんうん、それは文化部でも、うん、多分一緒やと思う、うん、本当に上手くなろう強くなろうとしてるところは、うん、ほんまにそうやと思う、うん、それが部活に入ってないからって言って全員できないかって言ったら、うん、全然そんなことないから、うんうん、確かに体育会の部活とか文化系でもすごく強い部活とかに入っていれば、うん、そういうところの思考力が鍛えられていいかもしれへんけど絶対入ってへんかったら受からんってわけじゃない、うんうん、重要なのは体育館に入ってるか入ってないかとか部活に入ってるか入ってないかじゃなくて思考力が
これまで研ぎ澄まされてきたかどうか。間違いないです。やと思う、うん、はい、まあ、それ以上です、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。自分で考えるんやで、ね